マスクドコメディアンの覆面ラジオ。はい、始まりました。マスクドコメディアンの覆面ラジオ。お相手は私、謎の覆面芸人マスクドコメディアンでございます。よろしくお願いいたします。パチ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 からの8888というわけでございます。さあ、今回はですね、もうお分かりのように、外で録音しております。結構ね電車の音とか、街の音が結構聞こえたりなんかするんですけども、たまにはねこの外で、気分を変えて録音してみようかなと思ってやっております。さあ、今回の質問箱の質問です。でん、一番好きな映画とかあったら教えてくださいというご質問です。ありがとうございます。映画ね、あんまりね、映画館行って見たりする方じゃないんですけども、まあ、子供の頃というかで僕らの世代でしたら、もう一番僕らハマったのがジャッキー・チェーンさんのね映画、もう僕らの時代のヒーローですよね、男の子からしたら。ジャッキー・チェーンのね、あのプロジェクト A とかね、ポリスストーリーとかね、よう再放送されてましたねテレビで。その中でもね、初期の頃の拳シリーズというのですね、結構好きでしたね。少林木人拳とか、龍拳とか蛇角八拳とか青龍拳とかね、剣聖とか、クレイジーモンキーとかありましたけども、あと蛇拳とかね、蛇拳いましたねあと水拳とかもね結構有名なんですけども、昔のね、ジャッキーチェンの初期の頃の映画ってね、やっぱりチーム、撮影チームが一緒なんでしょうね。出演者がね結構個性的な人が多く出てはって、で今回悪者なんですけども、次見た時はなんか仲間になってたりね、なんか同じ人を、役者さんを回して、撮影してたんですよね。なんかそれがすごい面白かったですね。今はねもう全然テレビとかもあんまりやらなくなりましたけどもね、僕も好きすぎてもう DVD ボックス買ったぐらいですからね。拳シリーズはジャッキー・チェンと師匠とね、修行のシーンとかが好きやったりするんですけども、カンフーってねやっぱかっこいいっすよね。で僕ちょっとね好きすぎてね、中国武術を一時習いに行ってたこともあってね、まあ全然ねかっこよくはできなかったんですけども、憧れてましたね。で僕らの世代、ジャッキー・チェンの他にアクション映画といったらキョンシー映画ね、霊言同士とか幽玄同士とかも結構もう好きでしたね。もうなんか久しぶりになんかやってほしいですね、テレビとかでも。今のね若い子とかにも見てもらいたいですね。どう反応なんですかね。ねえ、たまにはねそういうのも映画な言うてね。はい、というわけで今回もですね質問箱の質問に答えさせていただきました。まだまだね、本当にまだまだ質問がもう残ってるので、またちょっとずつ答えていきたいと思います。というわけでマスクドコメディアンの覆面ラジオでした。ありがとうございます。